2020年いっぱいで活動休止している人気アイドルグループの嵐活動休止のきっかけとなったのはリーダーの大野智さ,さんでした今回はそんな大野智さ,さんの活動休止の理由や現在について見ていきたいと思います嵐といえば日本が誇る国民的人気アイドルグループでした各メンバーが個人でも大ヒット作品に出演するなど相変わらず好調な芸能活動が続いた嵐ですが 2019年1月27日になると突然のグループ活動休止を発表しています嵐といえばジャニーズ事務所の屋台骨を支えているといっても過言ではないアイドルグループだっただけに予期せぬ活動休止発表に対してはネット上でも大きな動揺が走りました活動休止騒動に関して当初は大野智さ,さんの脱退話だったそうです自分一人ののわがままのために 嵐の活動を休止することまでは考えていなかった大野さんは当初は自分一人だけ脱退して芸能界を引退しメンバーには嵐の活動を継続してもらうつもりでしたしかしながら5人で嵐という思いが強かったメンバーたちから説得され続けた結果最終的には大野さんが脱退話を取り下げることとなり活動休止という形で落ち着くことになりましたちなみに 2021年以降に芸能活動を休止するのは大野さんのみでその他のメンバーは今まで通り個人活動は継続しています活動休止発表直後に開かれた記者会見によると嵐の活動休止を最初に提案した人物はリーダーである大野智さんであることが判明していますこの結論に至った経緯について本人は2017年6月中旬頃にメンバー4人に集まってもらって自分の思い 気持ちを話させていたただきました自分の嵐としての活動を一旦終えたいと自分の思いとしては自由に生活が一回してみたいということをメンバー4人に伝えてですねその後何度も何度も話し合いを重ねて2020年をもって嵐を休止するという形になりましたと明かしています。とはいえ絶大な人気を誇る嵐を休止することは音楽活動だけではなく テレビ番組のレギュラーや CM など多くの分野に波及する問題だったためメンバー間の話し合いすら簡単にはまとまらなかったと言われております特に相葉雅紀さんは最後まで活動休止反対派だったと言われており今まで支えてくれたファンのためにもアイドル活動を続けるべきだという考えだったようです事務所を交えての話し合いに決着がつき嵐の活動休止が正式に決定したのは2018年6月のことでした 大野智さ,さんに関しては2014年に放映された特番「嵐15年目の告白」「ライブドキュメント」にて2006年頃からの一時期嵐脱退を考えていた時期があったことをカミングアウトしていますその理由として大野さんが語ったのはこの仕事をしていたらできないことに興味を持ち始めちゃった例えば長期の休みを取り海外を放浪するといったこともそうだが 単純に自由になりたいみたいな感じ、その気持ちがずっと起きて、この時の大野さんは仲間にその心の内を打ち明けることができないまま悩んでいたものの、嵐が国民的アイドルとして地位を固めていく過程で、グループ活動への意欲が再開したようです。嵐15年目の告白、ライブドキュメントにて、大野さんより予期せぬ告白を受けた嵐のメンバーたちは、 驚きつつも大野さんの必要性を強調し5人でこそ嵐という思いを語っておりました大野智さ,さんに関しては活動休止後は近年力を入れていたアート活動に専念して芸能界には戻ってこないとの説もネット上では流れており嵐は実質的には解散するのではないかと見る向きもありますしかしながら大野さん本人は記者会見上で将来的な嵐への復帰に意欲を見せており ファンたちを置き去りにしたまま芸能界から去るつもりはないように見えます。またメンバーの相葉雅紀さんも嵐の活動休止発表後に出演したバラエティ番組「相葉学ブにて巷で流れる解散説を否定しており嵐が再びファンの前に戻ってくることは間違いない状況のようです。そんな大野智さ,さんの最近の姿が週刊誌に掲載されて話題を呼んでいます。活動休止後、南国で事業を拡大し、 悠々自適な生活を送るリーダーはすっかりワイルドなアーティストへと変貌していましたその姿は真っ黒に日焼けした肌に顎に蓄えた髭と T シャツの袖口から覗く特徴的なデザインのタトゥーでした大野さんは昔からタトゥーの歴史や文化に興味を持っていて最近思い切って堀氏に腕や肩に入れてもらったそうです実は大野さんは10年ほど前にも タトゥーを入れたたたいとと知人に打ち明けたことがあったそうです。当時の大野さんは芸能活動を続けることに本気で悩み自暴自棄になりかけていましたそして「クビになってもいいから墨を入れる」とまで口走っていたそうですが友人たちが説得して事なきを得たようです芸能界を離れた大野さんは東京と宮古島を行き来する日々を送り文字通りの自由な生活を手に入れていましたそして「 趣味の釣りや創作活動に没頭する一方で大野さんは不動産投資にかなりの額をつぎ込んでいましたその中でも大規模に行われていたのが宮古島に取得した1200坪の土地におけるリゾート開発です億単位の金額と3年以上の月日をかけた工事が今年の夏にようやく終わり敷地内には大野さんや親族の住居等のほか2棟のビラが完成しました現在宿泊できるのは 招待された関係者のみだといいますが正式に開業した暁には一般客にも予約を開放する予定だそうですまた大野さんが出資する施設の運営会社は不動産管理だけでなく釣り船やマリンスポーツの運営などを事業目的としています今年7月には新たに旅館経営とレンタカー事業が計画に加わり今後もリゾート事業を拡大していく方針だといいますそして 本格オープンに向けて着々と準備が進む一方で大野は嵐のメンバーやファンを思い続けていたのも事実のようです2024年11月3日に嵐がデビュー25周年の節目を迎える前に大野さんは他のメンバー4人に大きな決断を打ち明けていたといいますそれは東京と宮古島を行き来し月に一度のペースで4人のメンバーと話し合いを重ねる中で1年頑張ってみたい と25周年イヤー中に活動を再開すする意向を伝えたそうです再始動の鍵を握る大野さんが前向きな姿勢を見せたことで事態が一気に動き出しました今年4月に5人が主体となって株式会社嵐を設立したのも当然再始動とは無関係ではなく5人は連名で未来を描くための準備を進めていけたらと思いますとコメントしました噂では25周年イヤーの期間内に 5人でステージに立つ方針はほぼ固ままってていいると言われています。可能性の一つとして注目されるのは大みそかの出場のようです。10月16日 NHK が定例会見でスタートエンターテインメント所属タレントの番組起用を再開することを発表し SnowMan やストーンズとともに嵐の4年ぶりの出場に期待が集まりました2020年末に無観客で開催された「紅白」で「 5人はライブ会場からの中継で「カイトをはじめ「嵐紅白2020スペシャルメドレー」を披露しましたそしてステージで「またね」と再会を約束し一旦の活動を終えた彼らが再始動するのにこれほどふさわしいステージはないと言われています実現すれば大きなサプライズとなりますが旧ジャニーズ事務所の解体による権利関係の引き継ぎなどが完了していないことから 今年のの紅白にには間に合わないとの指摘もあります。その他にも早ければ来春にもライブを行い来年の紅白で優秀の美を飾るのが規定路線とも言われていますいずれにしても大野さんが活動再開を決意したのならファンの期待に応えるために5人が揃ってステージに立つ可能性は十分にあると思われますただ大野さんは現在1年という期限付きで提示しているため 復帰ライブを最後に正式に嵐が解散となる可能性もありますので、今後の動向に注目していきたいですね。いかがでしたでしょうか。あなたの感想やご意見をぜひコメント欄に書いて教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。楽しんでいただけましたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。次回の動画も楽しみにしていてくださいね。 それではまたお会いしましょう。